皆さんおはようございます。こんにちは。ダーマ薬場金太です。ビーガン食の栄養、どれくらいのものかちょっと紹介します。なぜビーガン食は必要なのか、これね、ビーガン食はいろいろ哲学、いろんなものがあります。ビーガニズムとは、飲食その他あらゆる目的により動物搾取と虐待を現実的で可能的な限り暮らしから一掃しようと努力を努める生き方、これが概念でございます。動物の解放、やはりビーガンの愛好家によるといろいろとありますよね。はい。罪悪性なしのものですね。つまりビーガン食いろいろありますよね。動物性の食品は取り除くそうでございます。ほとんど野菜がメインですからね。いろいろありますよね。生活は大変ですね。ダイエットにもいいんですが、ただし栄養が悪くなると大変なものです。体がね、ベジタリアンリズム、ベジタリアンリズム、本当にいいかもしれませんけど、それはね、健康が必要だけど、まあ、肥満とか、炎症効果があるかもしれません。脳卒中や糖尿病、あとは癌、高血圧、心臓病とか、アルツハイマー病、いろんな病気にもちょっと、欠点もあるので気をつけましょう。はい、以上です。バイバイ。